どうも、ハイチです。今回答えていく相談はこちら。人にですね、裏切られるのが怖くって信用ができないっていうちょ相談をもらったんですよ。で、まぁ、ちょっと重ためのね、相談なんですが、これに対して、僕自身の、考え方を話すんですけど、もう、これに対しては、ものすごい偏った考え方を持ってる自覚があるので、聞いても、ってなる可能性が非常に高いと思います。だから、短く、頑張って短くしますんで、まぁ、もし興味あったら、この先もちょっと聞いてみてください。お願いします。では、早速ね、話していこうと思いますが、じゃあ、まずね、自分の考えの結論を話して、なんでそんな考えになっちゃったのかっていうところを後でつける感じで話していきます。で、まあ、結論から言うと、じゃあ、裏切られるのって嫌ですよね。まあ、俺も嫌ですよ。嫌なんですけど、もし、じゃあ、信頼してる人から裏切られたら、どう思うかっていうと、もう自分の見る目がなかったなしか思わないんですよ。だから、まあ、多少は凹むと思う。相手にもよると思うけど、でもね、あんまり多分人よりも凹まないんですよね、そこに関しては。で、もう一個特徴的なのは、自分本当に人を信用しないんですね。基本的に疑ってかかるタイプなので、その信用する人間自体が少ないんですよ。で、まあ、結果的にね、どういうことかっていうと、その人をなかなか信用しないの、これ。いいのかな、どうあれ。信用しないんですけど、信用するって決めたらとことん信用します。もう。それが周りの人がどういう風に言ったとしても、その人のことを、例えばこの人のことがみんな嫌い嫌いって言ったとしても、自分ととは信用できる。好きだと思ったら他人がどうこう言うと関係ないの。俺にとっては俺が信頼してるんだから、信用してるんだからいいと。で、その本当数少ないんだわ、そんな人なんてね。で、その人にじゃあ裏切られたと、騙されたとなってしまったら、もう自分が信用するって決めたんだから、とことん信用しようと思ってやってるわけだし、それが間違ってたと、ダメだったというわけなんだから、もう自分が見る目がなかったんだよ。もちろん、もちろんっていうか、たくさんの人をさ、まあ結構信用するタイプの人もいるわけじゃんか。こう、まあね、いらっしゃるからさ。そういう方にとっては、こう、なんだ、いっぱいいるからさ、そのいっぱい信用してたらさ、どっか外れるよみたいな感覚なの、俺からすると。でも、自分にとっては、その、なかなか信用しないからさ、いっぱいいる人がいる中の、もうほんと、ここだけみたいな。自分で、ちょっと、自分の目でさ、選んだ人。なわけよ、信用する人は。それがダメだったんだったら、もう自分の見る目の問題だよね、そこは。そう。だから、そういう風に割り切っちゃってます。はい。なので、まあ、その子がね、その、あんま詳しく書いてなかったんで、状況わかんないんだけど、俺からもしアドバイスできることがあるとすれば、みんながね、そういう悩みを持ってるみんなが、信用しようって決めたんだったら、自分の感覚信じて信用しないよ、もう。周りがどうこう言おうとも、その子がどうこうなろうとも。って思っちゃうんだよね。信用しなっても。そう。自分を信じて。それで騙されちゃったらさ、もうそっからまあ、それで、金銭的ななんだろう、被害を受けたりとか、なんかね、精神的な被害を受けたらちょっとまた別問題になってくるけど、まあまあまあ、社会経験じゃないってか、まあ人生経験じゃないけどさ、次人を見るときになんかこう参考にしようぐらいな、人生の糧になったかな、みたいなぐらいでいいんじゃないかなと思うわけですね。で、自分がなんでこうなったかっていうと、まあ何個か、ターニングポイントがあるんですけど、その学生の時にまあいじめを受けてたのがまあ一番なわけ、俺にとっては。そこで、もう人を信用しなくなったから。そう。だって、なんかさ、まあ、いじめ受けてたら何にも話せるやつはいたわけよ。で、俺と話してる時は全然普通なの。普通に話してんだけど、それが、後で聞いたら裏でめっちゃ悪口言ってるとか、ザラにあるじゃん、そんなこと。で、俺らの時は LINE なんてなかったから、ネットいじめはなかったけど、まあさ、あれみたいな。俺の前では超俺の味方してくれてるはずなのに違うんだね、みたいなことがたくさんあったし、で、あと、俺大学の時にですね、詐欺にあってるんですよ、一回。100万円詐欺にあってて。で、もう必死でバイトして稼いで返してたの。そう。で、まあ、返し切ったんだけど、で、それは、俺、自分の親にも言ってないからさ、うち、おかんとおとんたまにこう見てるわけ、俺の動画。これ、ごめんね、おかんと、ごめん。返したから大丈夫だよ、もう大丈夫なんだけど。そう、会ってて、で、まあ、それはね、信用してる人とかではなかったんだけど、まあ、俺の田舎、なんだろう、社会知らずだったわけよ。で、うまく騙されちゃって、100万円持ってかれちゃったのね。で、まあ、そんなんもあってさ、で、まあ、高い、社会、なんだろう、社会勉強の月謝じゃないや、お金になっちゃったけど、100万円なんて。でも、あの経験はね、結構でかくって、あ、人って人を騙すんだって、当たり前のこと言ってんだけどさ。そうって思ったの。でも逆にね、まあこう33年生きてくるといろんな人と知り合うわけよ。で、その中で
こう信用してたのに裏切られたことももちろんあるんだけど、でもやっぱりもう10年以上の付き合いで未だにこうすげえ信用してるやつがいるわけよ俺も。でそいつに関しては絶対裏切らないと思ってるもん。わかんないよ、わかんないけど、でも裏切らないと思ってる。俺も裏切らないそいつのこと、うん、って思ってるやつがまあ、ちょっといるわけ、数人ぐらい。でもそれでいいかなって思ってる。そうだから、まあみんなが多分悩みをくれた子なんか、その子は中3の子だったんで、まあ14、15歳でしょ。まあみんなが歳がわからないけど、これから先もさ、たくさんの人と出会うわけ。で、人って、自分の心でさえそんなさ、わかりきらないじゃん。自分が何考えてるの？何がしたいの？わかんないみたいになるわけでしょ。で、自分のことさえわかんないのに、他人の気持ちなんか全部わかるわけがないんだよ。そう。その人が上っ面では超いい人なんだけど、心の奥の層では自分のことすげえ小馬鹿にしてるとか騙そうとしてるみたいなことはザラにあるわけで、うん。だからそんな計り知れないわけ。ドラえもんの道具とかないからさ、それがあればわかるかもしれないけど、で人のね気持ち全部わかんないから、じゃあ自分の感性でいいじゃんって、自分を信じようと思ったら信じたらいいと。でそれダメだったらダメでさ、そっからまあね、次に生かしたらいいかなっていう話だと思うので、ただその金銭面、俺みたいに100万円も騙し取られるとか、お金が騙されるとか、あとはなんだろうな、みんなったら恋愛系かな。そう、まあ、男女、特に女の子気をつけた方がいい、うん、女の子が先輩の、まあ、これちょっと失礼かもしれないけど、先輩の男の人、あと今まで一回も誰とも付き合ったことなくて初めての恋愛でとかだと結構騙されやすいんで、ね、そのまあ騙されてその恋愛関係でも金銭面ね貢いじゃってお金取られるとか、例えば女の子だったら自分の体をねこういろんなことされてしまうとかこともあるわけなんで、まあ、そういったことはちょっとうまく防がなきゃいけないんだけど、まあ友達関係とかであればみんなが信じたいなってね、信じた分だけ裏切られたらショック受けるけど、でも信じたいなって思う人は信じたらいいんだってこと、うん、っていうふうに思います。はい、もちろんこれに関してはその子の、悩み相談の解決になってないのは重々わかってるんですけど、まあ同じような相談ちょこちょこ来るんでね、まあ自分の考えを偏った考えなんですけど、まあちょっとね喋らせていただきました。全く何も参考にならないと思うんですけど、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。